こんにちは、まるぴこです。今回は食器棚の引き戸の地震対策です。まるぴこ家でもキッチンの食器棚の転倒防止対策はしているものの、引き戸の固定や中身の滑り止めはしていませんでした。狭いキッチンの通路にたくさんのものが落ちてきたら逃げにくいし、片付けも大変です。まるぴこ家は食器棚に非常食を保存しています。せっかくの非常食が落ちてダメになってしまわないためにも対策をしたいと思っています。引き戸の耐震ラッチを最初に取り付けます。耐震ラッチ本体とラッチ受けを用意しました。左用と右扉用があります。それでは左上から取り付けていきます。まずラッチ受けを取り付けます。ラッチ受けは超強力両面テープで付けました。本当はビス止めするのですが、技術不足なので超強力両面テープで付けることにしました。今のところ落ちそうな気配はありません。次にラッチ本体を取り付けます。扉レールからラッチ受けの幅と同じ長さの位置に印をつけて、だいたい良さそうな位置に仮止めをします。微調整を繰り返しながらちょうど良いところを見つけていきます。ラッチ受けとラッチ本体の位置はスマホを棚に置いて動画を撮影すると確認しやすかったです。両面テープで仮止めしたら電動ドライバーでビス止めをします。しっかり取り付けられました。開け閉めの邪魔にもならなさそうです。今回電動ドライバーをホームセンターでレンタルしました。料金は1泊2日で約790円でした。ラッチを引っ張り出して動作を確認しました。ちゃんとラッチ受けに引っかかってくれそうです。右側も同じように取り付けました。ラッチ受けは2枚扉の場合、右左で付ける向きが変わるので注意が必要です。手前側にある扉にはもう1枚の扉のレールを越えるようにラッチ受けを取り付けます。右側も取り付け完了しました。引き戸の耐震ラッチが動作しないことも考えられるので、滑り止めシートを敷いて中身が飛び出さないようにしたいと思います。良い機会なので落ちたら危ないものの収納場所も変えたいと思います。水筒も落ちたら危ないですよね。すべて出し終わったのでセリアの滑り止めマットを敷いていきます。厚手タイプを買いました。敷き終わりました。厚手なのでクッション性がありそうです。収納ケースの裏にも滑り止めマットを貼ります。手前側を折って貼ります。こうすることで傾斜ができて滑りにくくなるらしいです。ちなみにセリアの両面テープで貼りました。余ったマットをケースの内側に敷いて完成です。収納ケースを棚に置いてみます。しっかり固定されてるようです。ただその分頻繁に出し入れする場合は不便かもしれません。棚に置いていた水筒は落ちると危ないので下の段の引き出しにしまいます。急須も落ちたら危険なので食器棚の引き出しにしまいました。左側も同じように滑り止めマットを敷きました。滑り止めマットを敷いて、落ちたら危険なもの、飛び出してガラス戸を割りそうなものをどかしたので、前より安心して過ごせるようになりました。
マルピコ家の食器棚はガラス製の引き戸です。棚の中身が飛び出さないようにマットを敷いたり、落ちると危ないものを引き出しにしまったりしましたが、ガラス戸そのものが割れる可能性もあります。食器棚に保存している非常食を守るためにも、ガラスが割れた時にガラス片が飛散しないように対策します。ガラス飛散防止フィルムを貼って対策するのですが、そのまま貼ると空気が入ってきれいに貼れませんでした。そこで水切りワイパーと霧吹きをダイソーで買ってきました。霧吹きで水を吹きかけてからフィルムを貼って、水切りワイパーで水を切ると空気が抜けやすくなってフィルムをきれいに貼れるらしいです。他の方の YouTube やブログで調べました。きれいに貼れたおかげで主人にも怒られずに済みました。情報をまとめてくださっている方々に感謝です。ちょっと水を拭くのが面倒でしたが、ただの素人でもこれだけ綺麗に貼れたので大満足です。近づくと若干空気が入っていますが、離れるとあまり気にならないです。マルピコ家の食器棚は一応転倒防止対策しています。今回それに加えて耐震ラッチの取り付けによる引き戸の固定、滑り止めマットによる中身の飛び出し防止、落ちたら危険なものの下の段への移動、フィルムによるガラス飛散防止、複数の対策をすることで前より安心して過ごせています。キッチンにいる時間は意外と長いので、これからもコツコツ防災して安全スペースを広げていきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも参考になれば嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。